いざ。急がなくてもいいのよ。ジェマさんが教えてくれた情報によると、マジック工房はこの辺りみたいだね。入り口が箱で塞がっちゃってるみたいだから、まずはこれをよそに運ぼう。あった、ここから降りればきっとすぐだよ。一つだけ他のと違うみたいだね。じっくり調べてみよう。最初の時に光ってたボックスを探すってことだな。中には他の願い事リストが入ってるかも。もっと試してみようぜ。Thank you.
ここには何にもないぞ。無駄足だったっぽいな。普通のマジック工房と比べてここはなんだか謎めいた感じが足りないね。来る途中で僕たちはいろんなギミックを起動してしまった。ひょっとしたらセサルがこの工房を作った時、彼はここを超大型のマジック道具とみなしていたのかもしれない。もし本当にそうなら、ここは見た目ほど単純な場所じゃないはずさ。隠し通路なんかもあったりしてね。そうだ、本をちょっと移動したら、本棚の後ろに隠してあったのか。なんでわかったんだ。同じ魔術師として彼の考えは当てやすいってだけさ。こっちの中はさらに広そうだね。入ってみよう。ちょっと馴染みがある感じでね。僕は残って調べてみるから、君たちはまず他のところを見てきてよ。何か進展があったらまたここで合流しよう。分かった、じゃあまた後でな。この内側の仕掛けの位置は確か、セサルのノートだらけだな。マジックの原理がいろいろ書いてあるぞ。全然読めない。あれ、これを見ろよ。机に置いてあるやつはセサルの日記みたいだぞ。
厚い日記だな。何が書いてあるのか見せてもらうぜ。数日前、マジックショーの最中、ハットの中からどうやってキャンディーを出したのかと、とある子供に聞かれた。冗談のつもりで、ハットの中には願い事実現マシンがあるんだと答えた。そしたら今日、たくさんの子供に囲まれて、これをマジックで出してほしい、あれをマジックで出してほしいとねだられてしまうとは夢にも思わなかった。やむを得ず、願い事実現マシンを起動するには時間がかかるんだと嘘をついて、願いを書いてもらうことにした。結果、子供たちが書いた願いはすごい量になって、あちこち走り回ってようやく全部揃ったんだ。今月はまたモラがたまらなかった。でもそんなことは重要じゃない。今は新しい問題が出てきた。これだけたくさんのものをどうやってハットの中に隠せばいいんだ？今日のショーの後に二人の子供に話しかけられた。こんなに小さい子供たちが大人の付き添いもなく外に出ているなんて、悪い奴に狙われたらどうするんだ。危なすぎる。彼らはなんとマジックを教えてほしいとねだってきた。マジックに興味を持つ子供は少なくないが、あれほど熱心に学びたがる子供は初めて見たな。マジックを学ぶのはとても大変だと教えたけれど、そんなのとっくに知っているという顔で返事をしてきた。あの子たちの純粋な瞳にじっと見つめられては、私も承諾するほかなかった。ロレンツォは最近悩みがあるようだ。しかし聞いても何も教えてくれない。まさか私があの子たちにマジックを教えているのが不服なのだろうか。今度ちゃんと話し合ってみないと。あの二人は本当に才能があるんだ。しかもマジックを学んでみたことさえあるらしい。斬新なアイデアはすでにたくさん持っているから、私のやることといえばプロの立場からあの子たちのために訓練プランを立ててやるというのがメインだ。私のことを師匠と呼びたがったが、私は厳しく断った。この程度の訓練ならどのマジシャンもできるはずだ。私なんかがこんな天才の先生になるなんてとんでもない。時が経てばあの子たちはきっと私よりもずっと偉大な魔術師になれるはずだ。でも唯一心配なのは、あの子たちは同じ年頃の子供よりもずっと大人びていることだ。きっといろいろと苦難を乗り越えてきたんだろうな。ジェマもそう思っているようだが、あの子たちの目つきが鋭すぎるからと、あまり接触したくないようだ。私は特にそうは感じないけれども、きっと私が鈍いからなんだろう。もうすぐツアーへ立つ日だ。一緒に行かないかとあの子たちに聞いてみたけれど、首を横に振って断られてしまった。お父様の話をしていたのを偶然耳にしたことがある。それに任務とかなんとか、両親は彼らに対して他の考えがあるのだろう。どうやら別れの時はすぐに訪れてしまいそうだ。わずか十数日しか一緒に過ごせなかったが、多少なりともあの子たちの性格は分かった。粘り強く警戒心も強い。互い以外の他人を信じたがらない。これはいい習慣とは言えないな。私に対してさえいろいろと秘密を抱えているようだ。例えばあの子たちの住所やマジックを学ぶ理由を聞いてみたが、どれも嘘で返してきた。所詮は子供だからな。いくらごまかそうとしたところで
多少は嘘の痕跡を残してしまうものだ。辛い生活を送っているのが感じ取れる。それどころかいろんな危険を伴う日々なのかもしれない。一般的な子供とは違うんだ。いろいろ考えた末に、結局私自身のとある考えをあの子たちに伝えた。この世界は元から嘘と偽りに満ちている。だから私たちはその中から自分なりの真実を見つけることを学ばねばならないのだと。追記、話がくどいと思われなかっただろうか。今時の子供はみんな自分なりの考えを持っているから、知り合ってたったの十数日しか経たない人間にあれこれ言われてしまえば、反抗的な感情を燃やしてしまいやしないだろうか。追記への追記、いや、きっと考えすぎだろう。この年の子供がそんな味気ない理屈を真剣に考えたりするはずがない。むしろ右から左ですぐに忘れてしまった可能性の方が大きいよな。セサル、次からはこんな余計なことをするなよ。お父様、任務、それにマジックの天才って、セサルの日記に出てくる子供たちって、もしかしたらリネとリネットのことなんじゃないか。もしかしてリネのやつ、ちっちゃい頃にセサルに会ったことがあるとか。後で。ちょっと待っててね。やっぱり僕の予想通り、ここにはいろいろと細工がされてるみたいだ。細工って？何か見つけたのか？焦らないで。手がかりを分析する前に、まずはいわゆる高所脱出マジックというものについて説明するよ。このマジックの演出者は、観客に注目されながらマジックボックスに入る。宙に吊られたマジックボックスは揺れ、しばらくするとボックスの底面が自動的に開くんだ。そこでマジックボックスからはダミーの人形が落ちてくる。でも観客はそれがダミーだと知る術がないから、落ちる人形に注意を引かれ、思わず悲鳴を上げてしまう。するといつの間にか人混みに紛れ込んでいた魔術師本人がタイミングを見計らって登場し、大げさに怯えたふりをしてみせる。神よ、私はどうしてあそこにいるのだ。もしや私はもう死んでしまったのかってね。まるで目に見えるようだぜ。それで観客たちの目線はおのずと魔術師に注がれる。気づけば地面にあるダミーはすでに消え、見たばかりのはずの出来事はまるでただの幻のように感じられる。もちろんこれはあくまで僕が推測した一般的な流れに過ぎないけど、だってこのマジックを発明したセサルはそれを完遂できなかったからね。マジックボックスが開いた時、落ちてきたのはダミーじゃなくて彼自身だった。そうして彼は歌劇場の屋根の上から地面に落ちた。神の目を持たない彼はただの一般人だから、あの高さは彼にとって当然致命的なものになる。彼が死んだ後、このマジックを試そうとする者は二度といなかった。今の話も僕が工房にあったアイテムやノートから推測したものさ。つまり今まで誰一人として高所脱出マジックに成功したやつはいないってことか。ついさっきまでいつか自分の目でそのマジックを見れたらいいなって思ってたけど、そんな危ないマジックならやっぱりむやみにやるのは良くないよな。そういえばマジックボックスからダミー人形が落ちるって言ってたけど、本物の魔術師はどこに行ったんだ？どうやっ
って脱出できたんだよ。いいところをついたね。その質問に答えるにはマジックボックスの秘密について説明しないといけない。今目の前にあるのがセサル自身が作ったマジックボックスだよ。見た目ほど簡単なものじゃない。中には魔術師自身にしかわからない仕掛けがあるのさ。魔術師がボックスに入るとボックスは宙に吊られているわけだから、観客たちからはかなり固定的な範囲しか見えない。きっと観客たちは箱の正面、側面、それにそこしか見えなかっただろう。マジックボックスの後ろと蓋の部分については完全にその盲点となるわけさ。この時魔術師がボックス内部のボタンを押すと、観客からは見えない箱の後ろにある隠し扉が開く。魔術師はチャンスを見つけて隠し扉から脱出し、屋根の上に戻ってから観客たちがダミーに注目している間にごっそり地面へ降りるのさ。そんなに簡単なのかよ。説明を聞いてたらオイラにもそのマジックができる気がしてきたぜ。それほど簡単じゃないよ。このマジックにおいて一番難しいのは観客たちの感情をコントロールすることさ。そのためには追加の演出がたくさん必要だ。落ちるダミー人形、再登場のタイミング、大げさなセリフ。演じる前に魔術師は自分の体を縛ることさえするかもしれない。そうやって観客たちの脱出できないという印象を強化していくんだよ。長く研鑽と訓練を重ね、無数の努力をたった数分間のショーに集結させる。予想外をサプライズに変えて観客を笑顔にするんだ。セサルはかなりマジックの心得があったんだね。でも残念ながら実現はできなかった。一体セサルの身に何があったんだよ。リネ、ここに細工があるって言ったよな。まさか事件の経緯がもう分かったのか。うん、大体はそういうことだろうなってね。10年前の資料を調べたことがある。セサルが事故に遭った時に使ってたマジックボックスの中にはギミックのボタンは右側に設置されていた。実際人々の前でもセサルはいつも右手を利き手にしていたようだった。何の問題もなくないか。でもこの工房の中では大多数のマジック道具のギミックは左側に仕組まれてるんだ。ここのマジックボックスを含めてね。僕が思うに本当は左利きだったはずだよ。魔術師たるもの、目立つ習慣を持ってはいけないからさ。例を挙げると、一般人は何かをやるとき自然にその最も重要な部分に目線を向けてしまう。必要以上の注目を避けるため、魔術師は逆にあえて自分の視線を制御する必要があるんだ。マジックの真髄は虚実の入れ替えだからね。真の部分を警戒されてしまったら虚の部分も隠しようがない。セサルは何としても己の習慣を大部分の観客と一致させる必要があった。右手を無理やり使うのはそのためのやむを得ない犠牲だったんだよ。いいだ、それでもすごく焦ったり緊張したり、周りに他の人がいなかったりするとやっぱり無意識に左手を使ってしまう。これも彼がギミックを操作するボタンを左側に設置した理由でもある。ああ、そう考えてるよ。脱出マジックの時間制限はかなり厳しい。セサルはわずか数秒間の間にボックスの隠し収納を開け、観客の注目を引くためのダミーを出してから隠し扉を開けて素早く逃げる必要がある。でも彼はきっと十分な自信があっただろうね。何せ何度もリハーサルを重ねてきたんだ。考える必要なんてなく、体は無意識にやるべきことをやってくれる。彼は隠し収納を開けてダミーの人形を取り出し、全てが手順通りに進んでいることを確認した。左手はボックスのボタンへと伸びる。しかし突如彼の心臓はギュッと掴まれたかのように緊張する。ボタン、指先から馴染みのある感触が戻ってこないんだ。セサルには現状を整理するための時間が必要だった。
無意識に左手はあるはずだった脱出用のボタンを探り続けてしまう。おそらく 1,2 秒かけてしまったんだろう。すると箱の底が自動的に開いてしまった。そんなレベルの危険なマジックだからね。たった1秒や2秒の迷いでも全てを崩壊させるには十分だ。警察が調べても手がかりはつかめず、セサル自身がミスをしたとしか結論が出せなかった。つまりマジックボックスを入れ替えたやつこそ真犯人ってことか。でも気づかれないようにこっそりショーに使うマジックボックスを入れ替えるなんて、そんなに簡単なことじゃないよな。彼の本当の利き手を知り、かつ無理なくマジック道具を入れ替えるなんて、きっと彼と親しい人間にしかできないだろうね。そうでしょ、ロレンツさん。君たち本当に余計な世話を焼くのが好きだな。10年前に死んだ魔術師のことなど誰も気にかけやしないだろうに。君たちに手を出すつもりはなかったよ。新しいトラブルを生んでしまう羽目になるからな。チャンスは与えたんだ。あの女と同じように引けばよかったのに。本当に失望したよ。あ、ジェマのことか。あいつを脅してたのはやっぱりお前だったんだな。ああそうだ。彼女は頑なな態度は取ろうとも面倒は生まない。対して君たちと来たらセサルと全く関係がないくせして、しつこくこの件を調べようとしている。命が惜しくなければここに散るがいい。行け、速攻で終わらせろ。ふん、お前なんかにやられてたまるか。君たち、まだ続けるつもり？ロレンツさん、連れてきた人は全部倒れてるけど、さてこれでお話できるよね。ちょっと聞きたいんだけど、なぜセサルを殺した？セサル、その名を何度口にすれば気が済む。皆口を開けばセサルのことばかり。この私こそ真のマジックの天才だというのに、子供魂のマジックしかできない半端者のどこがいい。私がマジックを尊い芸術に仕上げたのだ。貴族たちまでもがこの私を敬うほどにだ。嫉妬か。嫉妬だと、剣王の間違いだろう。私はセサルが嫌いだ。あいつはまるで人生にはマジックしかないかのように、マジックを全てだと思っていた。路上でのショーに没頭し、巡回公演なんかやって、金儲けのことは一切考えていなかった。マジックなんて所詮は騙しだ。金を騙し取らずして何の意味がある。だが人々は誰もそう思ってはくれなかった。あいつを尊敬し、弟子であり助手でもある私には見向きもしなかった。一番聞き飽きたのは、あなたの師匠はすごい人だという言葉だ。あいつのどこが偉い。貧乏なくせに。他のマジシャンの弟子は師匠についていけば贅沢な生活ができるが、私は違った。技術は山ほど身につけてきたのに、普通の生活しかできなかった。マジックを使って金を騙し取ることは
あいつに厳しく禁止されていた。何せあいつはそういうことを嫌ってたからな。だがあいつはフォンテーヌでは結構人望があった。あいつが死なない限り私は才能を発揮できない。あいつが私を破滅させるからだ。殺すしか他に方法はなかった。そうだ、そうするしかなかった。他に理由はないのか。この理由で十分だった。もっと別の理由があるかと思ってたけど、例えば君はジェマさんが好きだったのに、ジェマさんはセサルの婚約者だったからとか。ジェマが好きだと？冗談じゃない。そうか、じゃあ僕の勘違いだ。話題を変えよう。君が怪盗マーテンだったんだね。ああ、セサルは私に厳しかった。正しいと思うことを私にもしてほしいと、あいつはいつもそう指導してきた。例えばマジックでみんなを笑顔にするとかな。だが私はあいつの考え方が気に食わなかった。マジックがもたらす実際の価値の方が大事だと思っていたから、多くの宝物を自分のポケットに入れた。そうだ、怪盗マーテンが盗むのは他の人が大事にしてるものだけで、その価値は気にしないってこの前シャルロットから聞いたぞ。あれは他人が勝手にそう解釈しただけだ。何でも盗むわけがないだろう。ターゲットはいつだって高価なものだけだった。安いものはただの練習さ。それで怪盗だと思われるとはとんだ茶番だったな。なるほど。審判を受ける時も君はそう発言するつもりなのかい？他に選択肢はあるか。君たちは私に噛みついて話さないし、ここまで調べられたんだ。君たちを排除しようとしたが、それも失敗に終わった。もうどうしようもないだろう。これでいい。この10年権力と富のメリットは十分に楽しめた。どれもセサルが与えてくれなかったものだ。悔しいが、もう心残りはない。わかった。それじゃあ警察隊を呼んでくるね。旅人パイモン、ロレンツォを見張っててくれ。この後工房の外で合流しよう。これでやっと気を抜ける。事の経緯はリネさんから聞いた。ロレンソ、あなたはセサルを殺害し該当の罪を着せたことを認めるか？少しは良心が残ってたみたいね。弟子が師匠を殺すなんて、なんてことを。審判を受けなさい。やっと一段落だな。リネ、これからどうするんだ？明日のマジックショーの準備か？そうだね。まずはリネットとジェマさんと合流するよ。ロレンツォも逮捕されたから、ジェマさんが脅されることはもうないと思う。そうだな。この情報をジェマに伝えに行こうぜ。そしたらあいつも安心できるよな。あ、おかえり。今回は早かったのね。まだ3個目のデザートを食べ終わったところよ。もう3個目かい？リネット、食事のバランスには気をつけるって約束だろ。こんなにデザートを食べたら夜ご飯が何も入らなくなっちゃうよ。大丈夫。運動モードに切り替えて、ランニングで余計な糖分は消費するから。まったくへりくつを。はぁ、あ、仕方ないな。次はないからね。分かった。
あなたたち大丈夫だった？もちろんだぜ。ロレンツォってやつなんか全然相手じゃなかったもんな。もう警察隊に逮捕してもらったぜ。そう、よかったわ。ごめんね、実はこの前まだ完全に信用してたわけじゃなかったの。ロレンツォのことも疑ってたけど、私分かってるぜ。脅されてたんだろ。オイラだってそう簡単に知らないやつのことは信用しないぞ。でも心配するな、もう大丈夫だ。ごめんね、ごめん。ちょっと歓喜は待って、この日を長く待ち望んでたから。ずっとロレンツォを告発しようと思ってた。彼はセサルの遺産を全部持っていったから怪しいと思ってた。でも誰かに狙われてる気がして、それ以上のことは調べられなかったの。本当に怖かったわ。彼らに殺されてしまったらセサルの墓参りをする人がいなくなってしまうでしょ。それでずっと打ち明ける勇気がなかったの。ありがとう、本当にありがとう。セサルの冤罪を晴らしてくれてありがとうな。まさかロレンツォが真の怪盗マーテンだったとは。あいつは公の場でセサルへの不満をこぼしたことは一度もなかった。師弟仲は良さそうに見えたんだがな。あんな卑怯な奴が外で遊び暮らしてる間にセサルの方は濡れ衣を着せられて罵倒を浴びせられるなんて本当に理不尽だ。お前たちが助けてやってくれてよかったよ。これでセサルの魂もやっと安らかに眠れる。もし、もし私がもっと早く気づいてたら。それ以上自分を責めないで、ジェマ。これはあんたのせいじゃないわ。そうですよ。暮らしは続けていかないといけませんし、セサルさんもきっとあなたの落ち込んだ姿は見たくないと思います。心中お察しするわ、ジェマさん。お兄ちゃんは明日の夜、歌劇場でマジックショーをやるの。ジェマさんも気分転換に、一緒にどう？セサルさんのショーをオマージュした、特別なショーを準備したの。ショー？セサルのオマージュ？本当に？ありがとう。絶対見に行くわ。それじゃ、約束だよ。また明日の夜に。旅人、パイモン、君たちも遅れないでね。安心しろ、ただでマジックショーが見られるんだから、オイラたちは絶対一番乗りだぜ。何かを忘れてるような気がするぞ。そうだ、セサルの日記。セサルがマジックを教えた2人の子供ってやっぱりリネとリネットだったのか。マジック工房で話をそらされて聞けなかったけど、明日の夜会うわけだし、リネにもう一回聞いてみようぜ。きっとその時には分かるよな。ここ数年の間に私もセサルのことを何度も悪く言っちゃったわ。思い返せば恥ずかしいことをしたわね。あんなに優しい人だったのに。ロレンツォがジェマさんを脅してたなんて思いもしませんでした。たまにですけどこの辺りで見かけたことはありました。でも一度も墓参りはしてませんでしたよ。ただあそこに立ったままジェマさんのことをずっと遠くから見ていました。ジェマさんも気づいてたはずですけど、なぜか彼を追い払ったりはしませんでしたよ。開幕だ。真犯人が逮捕されて
セサルの名声も少しずつ回復していくだろう。結局ジェマの目に間違いはなかったわけだ。